ルドルフ・ヘーンルは、チェコ共和国西部カルロビバリ州、ペルニンク村出身の元スキージャンプ選手。1960年代後半から1970年代に、チェコスロバキア代表として活躍した。1965から1966シーズンのジャンプ週間で国際大会にデビューし、第3戦で12位となった。1968年の グルノーブルオリンピック代表に選出され 90m92 位と実績を残した。1968から1969シーズンのジャンプ週間で総合7位、翌シーズンは総合6位、1970年ノルディックスキー世界選手権 70m94 位。さらに1970から1971シーズンのジャンプ週間は インスブルックで3位に入り自己最高の総合5位となった。1972年の札幌オリンピックでは 70m 級29位で 90m 級には出番がなかった。1972から1973シーズンのジャンプ週間ビショフス方ンで優勝、スキーフライング世界選手権で5位に入った。27歳とベテランの一気に達した1974年。 ノルディックスキー世界選手権では90メートル級で銅メダルを獲得した。3度目のオリンピックとなったインスブルックオリンピックで70メートル級16位、90メートル級34位。1978年に現役引退し、後にはチェコスロバキア代表の監督を務めた。ありがとうございます。